ターの福留が入りました。井川の1球目です。今シーズン1勝1敗で迎えた井川、ベイスターズ戦は 6イニングで3失点負け投手、そして3日のカープ戦で9回2失点完投。福留なら打ってるだろうと思うんですけど、ノーヒットということで ね、逆にですね、川上に対して浜中も数字的には良くないですね。11-0なんですね、はい、この辺は意外な数字ですよ。福留の対決、1回からもう最初のバッターボックスから見どころは十分。追い込んでまっすぐ、オウン戦続いてまた公式戦も続いて、そのままずっとまだ調子を維持してますんでね。いいですよね、はい、広がりますよね。そうですね、ストレートが走ってますんでね、はい、結構速を感じると思いますね、この後のストレートが、空番からそのストレートか、高めはボールです。カーブそしてまっすぐときて、最後は148キロ出ました。いやピッチャーが一息ついたときにこのバッターが出てきてゴツンとやられるとね、はい、いうケースはありましたね。同じ球行くとガツンとやられるとかね、そういうケースもありますね、はい、高めのボール球です。大西も今シーズン出足は決して悪くありません。アベレージ打席は少ないんですが3割をキープ。見逃しの三振で4つ、はい、まあその相手がね打席にいるだけに、そうですね、はい、あ148、今日2回目の得点圏のランナーです井川。